私は獣人王様の追いつけで仕方なく お待ちください。こうしてあなたの後を追いかけてきたのはお詫びにカールさんを生き返らせる方法をお教えしようと。ビーストキングダムの皆さん、聖都ウェンデルへ進行なさるようですが、ウェンデルの光の司祭、こいつなら生き返らせる方法を知っていると。嘘をつけ。いや本当ですってば。でもお急ぎにならないと、ルガーさんたちが先ほど出発されましたから、先に司祭は殺されてしまうかも。こちらでございます。この月夜の森を進み、ミントスの村から海沿いに道なき道を行けば、城塞都市ジャドに出ます。ジャドからならウェンデルも比較的近いですよ。さあ急がないと、ルガーさんたちより先にウェンデルにたどり着けませんよ。彼らに見つからないように。私もこうしているところを見つけられたら、では私は失礼しますよ。ウェンデルの光の司祭に生き返りの方法聞いてくるから。オイラの大事な友達カール、獣人王、あんなやつ父さんじゃない。だから母さん逃げ出した。母さんどこかで生きているだろうか。会いたい。ケビンは心の底から父、獣人王を憎んだ。同時に大切な友カールを手にかけた自身の獣人の血を呪った。聖都ウェンデルへ進行を開始した獣人たち、光の司祭にあってカールの命を取り戻すべく、ケビンもまたウェンデルを目指す。
ジャードの町は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。ビースト軍たくさん、バレないよう気をつける。でもカール生き返らせるためウェンデル行かないと。まったくよ、冗談じゃないぜ親父。武器屋が武器売ってねえなんてシャレにもならねえ。しかしあの数、俺一人じゃ太刀打ちできねえし。えい、腹が立つ。商品揃えてるよ。毎度あり。またのお越しを。この町も戦いに巻き込まれている。俺の故郷でも戦争を始めようとしていた。世界中戦争だらけ。一体どうしちまったんだろう。ビーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかないが、夜になると獣に変身することができるんだ。変身している間は血が騒ぐのか、じっとしていられないみたいなんだ。それで夜な夜な漁師様の館に集まって、夜チャンス、それまで宿屋で休む。ビースト軍が迷惑かけて悲しい。
誰も信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。Thank you.
爆弾。
らっしゃい。いい商品さ。お目が高い。気に入った。またのお越しを。いらっしゃい。光、オイラあんなの見たことない。どこ行くか気になる。追いかけたい。
だ。もう大丈夫。あなたは？おや、獣人ケビン。光見た。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。いいよ、オイラウェンデル行くところで。でも滝の洞窟通れない。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは。アストリアの村の方だ。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。わっ、声、頭の中。早く。わねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？光の司祭にカールが生き返る方法聞きたい。そう、いろいろと事情があるのね。Yeah!
ね。ちょっと待ってて、今結界を解くから。
ここ危ないよ。早くお家に帰りな。新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけ、おじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。ああ、しかし運命のいたずらか。やっとヒースに出会えたのに、突如現れたヘンテコな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。ウェンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタシャンが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタシャンが、少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。わかったよ、送ってってやるよ。どうせ光の司祭に会いにウェンデル行くところだし。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんに御用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてもバッチは当たらんですよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫ちゃんですから。さあ、ちみちみぼさっとしてないでお孫ちゃんを丁重にウェンデルまでお連れするでっち。こいつ。ウェンデルはすぐそこでちよ。忍たち、シャルロットについてくるのでち。この子、まだ小さい。オイラ、しっかり守る。
ウェンデル着いた。これでカール生き返る。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。商品揃えてるよ。早く使いたい。いい仕事してる。またのお越しを。いい商品揃えてるよ。お目が高い。ワクワクでちゅ。またのお越しを。あなた方がマナの女神様の祝福、光の司祭、カール、生き返らせて。大切な友達、チビウルフ、カール。お主、名は？そうか。よく聞け、ケビン。命ある者、いつかは死というものが訪れる。それは避けては通れない生きる者の宿命。命は一つ、かけがえのないものだからこそ尊い。だがそれはまた新たな命の誕生につながっている。カールの命は戻らぬが、その魂は今もお主の心に生き続けておるじゃろう。それじゃもうカールは、お主の心の中にカールが生き続けてさえいれば、いつかきっとお主の前にカールの生まれ変わりが現れる日が来るじゃろう。そんな囚人を、おいら絶対許さない。
カールの敵撃つ。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。何？何を人事みたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。え？そんな！フェアリー、どういうこと？ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。フェアリー、今元気。光の神殿来た。もうオイラ関係ない。オイラから離れてその小さに取り付け。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんな、オイラ困る。マナの剣関係ない。今すぐカールの仇を取りに戻る。でも今のままじゃ獣人王に勝てないことはあなた自身が一番よく分かってるでしょ。マナの剣さえあれば獣人王より強くなれるのに。本当か？オイラが獣人王より強く。ちょっと待て、マナの剣一体何？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。その剣さえあれば獣人王に勝てるんだな。オイラ行く。でそのマナのなんとかってところにはどうやって？ごめんなさい、マナが減ってしまい私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放するとマナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう
その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。Thank you.
リーが言ってたよ。そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からやったね。今の戦い、オイラだけでも十分だった。次の戦いに備えよう。やっ、邪魔者、急いで倒して先に行こう。準備はいいかい？アルランちゃん、強くなりすぎちゃったデッキ。わかんないけど
倒さなきゃダメ。ダメージを与えた。このまま倒せ。こんなやつシャルロンたちの敵じゃない。敵精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。ねえウィスクさん、光のちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか死ん仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域へのと、こんなところに穴が。おかげで滝の洞窟の結界が消え、牢をせずして
聖都ウェンデルへの信仰が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし、行くぞ。マナの木が枯れていく。聖剣を抜く勇者を見つけ、マナの女神様を覚醒させなければ。人間界の光の司祭様にこのことをお知らせしましょう。さあ、手遅れになる前に急ぎましょう。残りの力では人間界まで持たないよ。残りの私の力、あなたに託すわ。頑張って。私たちももう限界、あとはよろしくね。勇者を見つけ、必ずマナの木を。捕まっちゃったんですか？誰？ここどこ？教えて。私はローラントのリースと申します。聖都ウェンデルへ行った帰り、滝の洞窟でビースト兵に捕まり、皆さん同様この地下牢に。でも大丈夫です。私に任せて。きっと皆さんもここから出して差し上げますから。ほら、何を話している。おとなしくしろ。すいません。こっちの牢屋の奥の壁の裏から穴を掘る音が聞こえるんです。脱走かも。本当か？奥の壁です。騙したな。ごめんなさいね。しばらくそこに入ってて。開きました。皆さんご無事ですか？では行きましょう。港に行けば獣人たちがウェンデルに攻め込んで、町の警備が手薄になった。さあ急ぎましょう。ただ
その前にそこの女神。
さっさと乗ってくんな。船が出るぞ。無駄にしてしまった。マイアに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。びっくりした。フェアリー、マナの聖域から来たオイラたちの仲間、聖域への扉開くためこうしてマナストーンのそばにいる精霊たち探している。ではあなたがフェアリー戦に選ばれた方なのですね。あなたのちょっと後ぐらいに司祭様に会って、あなたのことやマナの剣のことを教えてもらったんです。おやま、あんたさんもうちのおじいちゃんに会ったんですか。うちのおじいちゃん大人気でちね。あの年寄りに一体どんな魅力が。ええ、実は風の王国ローランドの王女リースは、私がやってみましょう。リース様、気をつけて。ローランドの平和を脅かす魔物は絶対に許しません。これだ。モンスターが以前に比べて多くなってる。それに風、風が鳴いている。山岳地帯ローランド、ここに周囲の崖を自然の城塞として利用した難攻不落の城として名高いローラント城がある。さらに精鋭のアマゾネス軍が守りを固め、永遠に外敵の侵入を許すことはありえないかのように見えた。しかしさて、武術の稽古の時間ね。弟のエリオットを探さなくちゃ。
わしは目が見えぬが気配でわかるはず。そう遠くへは行ってないようじゃな。おそらく城のどこかにおるようだが。本当にもうどこ行っちゃっ、武術の稽古の時間なのに。ねえアルマ、エリオット。おや、あたし、お妃様がエリオットを。風の王国ローラントの王女リースには弟のエリオット王子がいる。母である王妃はエリオットを産み、その顔を見ることなく亡くなった。幼いリースの目に映ったのは静かに眠る母の顔と、新しく生を受けた自分の弟の顔であった。国民のすべてが妃の死を悲しむ中、リースは一人で聖なる山に登り、涙が枯れるまで泣いた。だが幼くとも心優しいリースは、今もこれからも母の愛を知ることができないエリオットのために、母の分までエリオットに愛情を注ごうと誓ったのだった。時間なのにエリオットがいないわ。もしかして地下室にいるのかしら。同じく2号ベンでござる。なんだ、分身の術じゃなかったのか。もっとちゃんとしたやつ見せてよ。はいはい、それではとっておきの。さっさっ坊主、王子様こちらへ。王子様、王子様ならここがどういう場所かお分かりかな。当たり前だい。ここはね、ローラントで一番大事な風をコントロールするところさ。でもね、王族の鍵がないと動かせないんだよ。ほほう、ではその王族の鍵とやらでちょっとだけ風を止めてもらえるかな。とっておきの手品というのは、あの世から王子のお母様を呼び出す術なんだがね。王子はお母様に会いたくないのかな。風があるとお母様も天国から降りてきづらいだろう。さあ、お母様のために風を止めてあげようじゃないか。
母様に、お母様に会えるの？でもリースお姉様が絶対風を止めちゃダメだって。ああ、なんとかわいそうに。王子はお姉様に騙されているんだよ。お姉様はこの術のことを知っていて、自分だけお母様に会っているのか。知らせてくれていたのに、マナの変動がわしの勘を鈍らせたのかもしれん。お父様、それに私のすでに城内にはエリオットはいない。もう全滅した。一旦ナバールに帰る。風が、今頃になって風が戻ったって。エリオット、でもどこに行けば。以前お父様が困った時は聖都ウェンデルの光の司祭様を訪ねなさいと。きっとお導きくださるに違いない。
お父様やみんなをよろしくお願いします。私はエリオットを必ず助け出します。リボン、どうか見守っていてください。ナバールの襲撃によりローラントは滅亡。最愛の父も失ったリースは弟エリオットを探すべく今一人旅立つ。私にも。ありがとうリース。ええ、行くあてない。町の人に話を聞いてみる。それいいと思う。誰？
とフォルセナの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りな上危険なモンスターだらけの黄金の街道を通ら、わしが今作っているスーパーキャノンマーク2なら。俺もお前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り獣人たちの信仰を、ところがだ、光ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行く、そんなおじいちゃんが、シャルロット、無理だ、ジャド戻れない、オイラたちは司祭様のためにも。